どうもこんにちは、元です。今日は緊急で動画を回してるんですけど、えー、実は私、1ヶ月前3月27日の、千、え、葉、ー、芝草管理技術者3級の試験を受けてきたんですけど、本日4月24日が合格発表となっていまして、で、えー、結果通知が来ました。まあもうすでに、 結果見ちゃって分かってるんですけども結果合格ってことで見事合格しましたえしかもあの結果発表と同時にえテストの問題の 正解表も、えー、公開になったんですけども、えー、一応答え合わせをしてみましたら、無事満点合格です。満点合格です。もうね、時間がなくて全然勉強ができてなくて、もうテキストなんかまっさらなんですけども、もう全然勉強やった形跡ないんですけど、 こんな感じでなんて冗談なんですけどまあ無事満点合格できましたこの芝草管理技術者3級の試験は2年に1度のペースで実施されてるんですけど前々回の4年前の試験の時から受けようかどうしようか迷っていました。セミナー受講料と 受験料合わせて6万円ですからね、6万円。ゴルフ場のコース管理の人やグリーンキーパー、サッカースタジアムのグランドキーパー、あとは造園業の方とか芝生管理を本業としている方たちにとっては、と、えー、ってのまあ資格認定制度でして。業務の中で、えー 管理責任者としてステップアップするための知識を身につけるためにも、えー、探求の試験というのはその投入門というところです。で本業の方なら業務に必要な資格ということで6万円の授業料受験料はありなんだろうけども、まあ、ただの素人、まあ、自分なんかは、えー、ただの素人の芝生オタクなので。 6万円を出す価値があるのかというのは、まあ、実際その前々回4年以上も前から悩んでいました取りたいなぁとは思いつつも、まあ、ちょっと6万円高いんじゃないかっていうので悩んでいたっていうのが本音ですで、えー、まあ自分なんか本業は芝生とは全く関係ない他業種なので資格を取ったとしても、えー、リターンはほぼゼロだしまあセミナーを受講して 貴重な知識を習得できるという意味では価値はあるんでしょうけど、まあ、結局悩んだ末に、えー、4年前、4年前はスルーしちゃいました。で前回の2022年の時は、まあ本、最初本気で取ろうかなとも思ってたんですけども、まあ、コロナの真っ最中、コロナ禍の真っ最中ということもあって、でその頃は 緊急事態宣言ではなかったかもしれないんですけどまん延防止なんちゃらが出てた頃で試験会場がまあ県内にないっていうこともあって、まあ、結局まあ受験はやめておきました会社からも出張の禁止とか、まあ、プライベートで県をまたぐ移動は自粛しろっていうお達しがあってで県外に渡航した,さ、うん、渡航した場合は 自己申告してその後2週間、えー、毎日検温して報告しないといけないっていう状態だったからまあさすがに、えー、難しいかなと最寄りの試験会場っていうのが名古屋,しかあ、まあ、名古屋になるので当時名古屋の感染者数も結構多かったっていうこともあってた、まあ、ただのの趣味のために 会社のお達しを破ってまで県外渡航して感染して帰ってきたなんてなると社内で何を言われるかわからないですからね。あと本業でもないただの芝生好き YouTuber ごときが、まあ、プロの資格である、えーまあ、この芝草管理技術者の資格を取ってもいいものなのか未知の業界なので、えー まあ閉鎖的で、一元さんをお断りみたいな業界だったらどうしようって、まあ、もしてたんですけど、そうこうしているうちに、芝生ユーチューバーの大御所の東京40マイルさんが、3級、2級と資格を取っていましたので、まあ、本業じゃなくても芝生管理技術者をまあ受験しても大丈夫なんだと、まあ、安心して、今年は受験したっていうわけです。 まあ、3級の受験資格に、えー、まあ芝、えー、草管理の実務経験は問わないってちゃんと書いてあるのでまあその心配はないんですけどねやっぱり自分と似たような境遇のマイルさんが、えー、先行してやってくれるっていうのが心強いですでセミナーの申し込みは昨年の秋から年末くらいまでだったんですけど 結局締め切りの1週間前くらいいに申し込んだと思いますやっぱり安くないのでギリギリまで迷ってたっていうのが本音です、えー、セミナーなんですけどセミナーの会場は東京大阪福岡名古屋仙台札幌に加えて Web 講座っていうのもあるんですけども自分は Web 講座を選択しました 浜松からだと名古屋会場が一番近いんですけど会場でのセミナー会場でのセミナーは平日に3日連続で行われるのでさすがにプライベートで3日連続で仕事休むのはちょっと気が引けるのでかなと本業の仕事に関わるセミナーなら会社から行けって命令されて堂々と行けるし 何なら費用も出してくれるんですけど、自分は芝生とは全く関係ない業種だからあの今回のセミナーや試験については会社にはまあ内緒で当然自費で受けるわけだし3日連続で休むわけにもいかないですもちろん交通費も自費まあ3日間例えば新幹線使って通って もしくはホテルに泊まったとしても2万から3万くらいはかかからら3くいはります、まあ、ねこの会社が負担してくれるセミナーだったらもう迷うことはないんですけどもセミナー費用をまあ自腹でってなるとちょっとまあ難しいかなと。まあね そのぞみもり、望み盛りにはもう止まらない静岡県みたいな中途半端な田舎暮らしの場合は、こういうとき迷わずウェブ講座になりますね。ウェブ講座があって本当に良かったです。ウェブ講座を申し込むと、2月初旬からウェブ講座を視聴できるんですけど、その直前くらいに、このテキストと視聴用の 動画視聴用のパスワードが送られてきます。セミナー会場での講義は1日に6時間、6時間を,つ6時間を3日にわたってみっちり行われるので、えーまあ、ウェブ講座の場合はどのタイミングで自分の好きなタイミングで見ることもできるんですけど、まあ、それでもやはり全部で18時間、18時間、 分ありますので、まあ、しっかりと時間をとって視聴しないといかんから、まあ、全部見るっていうのは結構大変です。基本残業当たり前のサラリーマンなんで、えー、平日に1時間自分の時間を確保するっていうのが難しくて、まあ、結局、細切れで見ることになっちゃうと、まあこれも身にならないので、えー、土日の 休日にしっかり時間をとって視聴していました何、えーまあ、だかんだ23週間くらい使って一通り視聴して18時間分視聴して、えー、このテキストも一通り目を通したところで試験の申し込みをしました試験の申し込み書については申し込み書と受験票については、えー、このテキストに同梱されているんですけども ウェブからも申し込みができますで受験料にプラス3,000円を支払うと過去問集も購入できるので過去問集がこんなのかな過去問集が購入できるのでどんな感じの問題が出るのかあらかじめ知っておきたかったから、まあ、これを買っておいた方がまあいいかなと思って、まあ、自分も買いました。 えー、過去問は、えー、過去3回分、回分の試験問題と回答が載っています。で、この過去問集が届いた時点で、えーまあ、一通りもうこのテキストは目を通しているので、このテキストを一切見ずに、この過去問を解いてみたんですけども、 1>, まあ、あの1回の、えー、と試験で全部で50問あるので、えーまあ、それが3回分、えー、この問題集に記載されているんですけどもだいたい50問中45問から48問だいたい90点から96点は取れるかなと <laughs> まあテキストを一切見ないでもまあそれぐらいの点は取れるので まあ普通にやればまあ合格はできるかなと。あと、えーまあ、テキストを見ない場合、テキストを見ずに問題文を読んで、まあ、あの丸×問題なので、丸か×かっていうのを、えー、どんどん進めていくと、えーまあ、だいたい50問解くのに15分かからないかなっていうくらいですね。なので、まあ、 あらかじめこういう問題をやっとくと,、えー、っと自分の時間配分の目安になります。であと、まあえー、50問中45問から48問ぐらいっていって、まあ、数問間違えたりもするんですけどもそれに関しては、えーまあ、どうしてもテキストを見ないと解けない問題みたいなのがあって例えばこんなあの土壌区分の えーまあ、土壌三角図とか言うんですけど見えないないんん土壌三角図って言って、えー、粘土とシルトと砂の割合が何の時にその土はどういう土壌かっていうのを、まあ、の示す、えー、調べる図になってるわけなんですけども。 えーまあ、問題なんかでも例えば砂50%シルト30%粘土20%の土壌であれば、えー、土星は地空浄土となる正解か間違ってるか丸か×かみたいな問題になるんですけどそれに関してはここの、えー、軸にある数値を使ってたどっていくと、えー、それが、えー、何の土かっていうのが分かるっていうような 図になってるんですけども、えーまあ、実際問題が出た時に、まあ、この図を使ってこの図を使って、えー、調べることになるので、まあ、これはどうしてもテキストが必要になる問題ではあるので、えーまあ、そういうのに問題に関しては、えーまあ、間違えることもあるかなと、まあ、あと、えー、と 害虫の問題、害虫の問題が必ず出てくるんですけどもあのいろいろなコガネムシがありましてそのコガネムシごとに中高性とか夜行性の区別を、えーまあ、試すような問題が出てくるんですけども もうコガネムシ種類がいろいろありすぎて覚えきれなくてっていうかそもそも自分の家にそんなにたくさんの種類のコガネムシが来るわけでもないのでまあはっきり言ってまあその辺は知識がないっていうのが全てなんですけどもそれに関してはまあもうテキスト見ればいいかなぐらいでいつも思ってたので過去問を解く分にはまあ毎回何か間違ったりするかなというような感じです。 まあ最終的に何回も間違えてたので、えー、実際の試験の時にはもうほぼ覚えてたっていうのもあるんですけど、まあ、過去問を解くことによって自分の苦手な問題なんかもえ見つけるのに役立つかなと。あと、えー、テストをまあ解く時に、日本語の読み違いなんかも注意が必要ですね。あの 運転免許の試験なんかでも結構日本語でうまいことこう引っ掛けるような問題なんかもあったりするのであのしっかり日本語を読んでも問題文を読んでまあ解くっていうこともまあ大事だと思います、まあ、実際の試験では、えー、っとこのテキストの持ち込みが可能で問題もこのテキストに載っていることからまあほとんど出ているので 基本的にはこのテストを見れば100点は取れそうっていうような感じでした、まあ、こんなこと言っちゃいかんかもしれないけどそもそもこの3級の場合、えー、試験は生後問題、まあ、丸抜の二択問題になるのでしかも合格ラインが60点山間でやっても丸抜問題だから50点は。 取れるっていう確率になるので、まあ、50問中の10問だけでも確実に回答してあとの40問は適当にやっても、まあ、確率的にはちょうど合格ラインってところになります。まあ実際そんなぴったりあの確率通りにはいかないのでそんな危ないあのテストの受け方はやめた方がいいんですけどもまあ このテ,ステキストを持ち込みが許されているので、よほどのことがない限り落ちることはないかと思います。試験問題はほぼ全てテキストの中から出ているし、えー、テキストの内容も理解するのが難しいっていうようなものはほぼ、まあほとんどないです。多分この3級については、芝草管理技術者の登竜門っていうか、 ま,あまずは文句を広げて資格者を増やしてまあ言い方は悪いですけど資格更新料というお布施を増やすことも目的の一つなんじゃないかと。でこの3級の次の2級になるとえこのねあのセミナーのコマ数も24コマに増えますしえ24単位に増えるしえ2択問題から今度4択問題になるので しかも合格ラインが70点以上と、まあ、3級と比べるとかなり難易度が上がってくるので山間では合格できないように思います。で、実際3月27日の試験当日なんですけど試験会場では学生くらいの若い人から 白髪多めの定年前後ぐらいの方まで幅広い年齢層って感じの人が集まっていましたグリーンキーパーや造園業者などのプロを目指す方以外にも、えー、本業ではないけど事業所の施設管理の一環で芝地の管理をしている人ってなんかももしかしたらいるかもしれないですであとはまあ機械メーカーだとか 殺菌剤メーカーなどで芝生に関わっている方あとそういう企業に就職を目指す学生さんとかもいるかもしれませんまた定年後の再就職のためにこの資格を取りに来ているという高齢の方もいるのかもしれませんね多分少数派なんですけど自分のように完全に趣味で受験している人って っていうのもまあ中にはいるんでしょうね。で、試験時間は90分なんですけど。えー、まあ、試験開始と同時にあの？過去問でやってたのと同じように、あのまずは腕試しでこのテキストを見ないで全部解いてみました。過去問もやっていたので。 ある程度傾向もわかるので、えーまあ、実際50問を解き終わるのに12分ほどで解いてしまいましたたい1分で、えー、4問ぐらい1分あたり15秒くらいのペースで、まあ、解けてた感じですまあ、丸抜問題なのでの問題文を10秒程度で問題を読んで、えーまあ、12秒で丸か罰かみたいな 回答をすするっていうようよな感じで,すで過去問の傾向から外れたような問題もいくつかあったので「う」ってちょっとつまずくこともあったんですけどまああの50問まあまあで、えー、っとさっきお見せしたような、まあ、過去問にもあったようなあの土星三角図を使った問題もあったんですけども、まあ、あの問題文を読んで まあ、テキストを見なくても、これは明らかにツだなっていうような感じだったんで、まあなんとなく回答できました。でですね、えー、っと、とりあえずテキストを見ずに50問回答してみて、合ってるか間違ってるかちょっと怪しいなっていうのが4問,4問ほどありました。で、えー、っと、まあ12分かけて50問といって、まあ怪しいのが4問あるなって思いつつ、 で、えっ、ー、と、まあ、残りの時間を使って、このテキストを、まあ、問題文と照らし合わせて、ちゃんと正解かどうかっていうのを確認したんですけども、えっ、ー、と、このテキストを見直してみたところ、その4問のうち2問が、まあ、危うく不正解となるところでした。まあ、あの、テキストを見ずにそのままやってたら2問間違ってたってことなんですけども、えっ、ー、と、そのうちの1つが、 型紙、ね、やチドメグサは地下茎を伸ばして生育地を拡大する「ルかバツか」みたいな、えー、問題があったんですけど、まあ、うっかり丸にしちゃってたんですけどもこれまあまあえー、っとテキストを見直してる時にもう一回あの問題文読んだ時にあこれもしかしてバツじゃねえかなと思って、まあ、テキストを えー、見てみたんですけどもやっぱりこれ罰でしたねあの地下系系じゃななくて保系なんですよ、まあ、え自分のねあのうちの芝生にもカタバミやチドめグサもう毎年のようにあの悩まされているので地下系じゃなくてあのほふ系といって芝生の上を上をこうはう茎を伸ばす。 もう目,目で見て分かるような茎があるのでで、えー、ではなく保系なくのでが正解ってことですこれ気づいてよかったんですけどもこれあのうっかりこの問題文普通にスラスラと読んであの何も違和感なく読めてしまうのでうっかりあの丸にしちゃうケース多いと思うんですけどこういうのを気をつけた方がいいと思います。 でえー、と実際、その正解、えー、正解表が公開されてて、で正解表の正解率みたいなのが載ってるんですけども、この問題がまさにあの一番正解率が悪くて、えー、ち設問40ってやつかな、この67.9%。 本当に引っ掛け問題ですね。で、えー、あと、かさ病、んかさがれ病か。かさがれ病と炭素病は細菌性病害である、丸か×かみたいな問題があったんですけども、かさがれ病が細菌病って覚えてたので、まあなんかそのまんま丸って言って、 しちゃってたんですけどもこれまあちょっと自信ないなと思いつつ、えー、テキストを見直した時点で炭素病は四条菌だったっていうのが分かってまさにこの問題っていうのが2番目に正解率が悪い問題で、えー、とこれで言うと「設問31」かな。 まさにあの1番目と2番目正解率が悪いワースト1位2位を自分も危うく間違えるところだったって感じです。であといやらしいのがえーせえー、っとね芝草の成長を促す施肥は芝生管理の中で最も大切な作業であるっていう問題があって、まあ、これは「丸か×か」なんですけども。 なんか文章を読む限り、いかにも合ってそうな文章で丸を誘導してる感じなんですが、これね、あの、芝生管理の中で最も大切な作業であるっていうふうに言ってるんですけど、この一番最も大切な作業っていうのは、このテキストの中では、あの、り込みが一番大切な作業って言ってるんですよね。まあ、これをしっかり読んでるかどうかなんですけども。なので、正解は×です。 問題を読んでる時に、もうすでにこれ、ああ、引っ掛けだなと思って、これはもうすぐに気づきました。ただちょっと僕、これ怪しかったので、まあ、後でちゃんとテキストを見直そうっていう感じで、えー、っと、実際試、試験の時も、怪しいから、後でチェックみたいな感じで、あの、マークしておきました。でこれが、やっぱり、あの、正解率で言うと、4番目に悪い。この、設問2かな。 75.1%ってやつです。これまさに引っ掛け問題ですね。これまあ自分は気づいたんですけども。うん、こんな感じの引っ掛け問題があります。であともう一つ、えー、っと、この問題がちょっと気になってたんだけど、えー、なんか昆虫の性フェロモンは未公尾のメスが発散する化学物質であるっていうのがあったんですけども、 まず、この性フェロモンについての説明っていうのはテキストにはほとんど載ってないんですよね。ほとんどというかの説明自体は載ってないんですよ。えー、このテキストに載っている記述としては、性フェロモン物質を含むフェロモンディスペーサーを大量に吊るしなんちゃらかんちゃらとか、フェロモントラップと併用すれば効果が高いとか、えー、性フェロモントラップが市販普及している っていう記述はあるんですけどもじゃあその「性フェロモン」っていうのは何をみたいなことは一切書いてないんですよ。これあの終わってからも何回もし、えー、読み直して調べたんですけどその辺の記述はな一切なくてこれあのなんかテキストには載ってないんですけども動画上の,あの講義の中で、えー、講師の先生がなんかポロッとなんか言ってたような記憶もあって。 えー、多分それが問題になってるんじゃないかなと思うんですけども、えーまあ、特にねこの問題の中にセーフェロモンは、えー、この未交尾の交尾をしていないメスが発散するっていう記述がまあ載ってないので載ってないというか、うんまあ、未交尾のメスが発散するって、えー、と問題文には書いてあるんですけど じゃあこれももしかしたら交尾した後のメスもあのフェロモンって出てたらどうしようとかそれだったら罰だなとかあとえテキストにまああの性フェロモンのところではないんですけどその殺虫剤の一覧のところに合成フェロモンなんてのもあるんでえこれもしかしたら性フェロモンを化学合成で作れるんだったら 未交尾のメスに限定できないからこれも罰だなとかまあなんかすごいめっちゃ悩んだんですけどまああんまりこれ深読みするといかんなと思って、まあ、シンプルにまああのフェロモンっていうぐらいでメスがオスをおびき寄せるものだろうから未交尾のメスっていうことでいいんだろうなと思ってまあ,あの深読みせずに丸にしておいたんですけども。 えー、まあ、あとネットで調べても、まあなんか、まあ、試験終わった後、試験終わった後に、まあネットで調べても、メスが出してオスを呼ぶ性フェロモンが一般的みたいな、な,なんかそういう、ふわっとした説明はあったんですけど、じゃあ一般的じゃないものがあるってことみたいな感じで、ずっとモヤモヤしてて、これに関しては、この、今日、 この実際の正解の表が出るまでずっと不安だったんですけども、まあ、実際やっぱり深読みする必要もなくてまるで正解でしたやっぱりこれもこの問題っていうのが3番目に正解率が悪い、えー、これで言うと設問39かな73.8%でした本当にその自分の中でちょっと怪しいなって思った4問は 正解率の方でもワースト1位から4位と全く同じ問題でしたでその中でワースト1位2位の問題は自分もテキストなしで解いてたら間違ってたわけなので、えーまあ、要するにねテキストを持ち込みできる試験だったんだけど、まあ、自分の場合はテキスト見なくても96点は取れたことになりますでしっかりまあテキストを確認することで 無事に100点満点が取れたわけなんですけども、まあ、しっかり一通りテキストを目に通しておけば、まあ、問題文を読んだときにその問題文全部解けなかったとしてもあこの問題はテキストのあの辺に載ってるなっていうのがえー、っとまあ試験中にすぐにえー、っと <laughs> まあすぐに、あのー、発見することができればいいので まあそれさえ記憶できてればいいのかなとまあそればっかじゃいけないですけどね理想は、えー、っとテキストなしでも全部解けるようにならないとまあプロ目指す方は、まあ、それぐらいはできた方がいいのかもしれませんね単純にその試験に合格するっていうことを目的にするんだったら、まあ、テキストのどこの部分に載ってるかっていうのをしっかり覚えておくといいのかもしれません あのまあ、性フェロモンの問題については、まあ、先ほど言った通りこのテキストには載ってないんですけど、えー、それ以外の49問についてはもうこのテキストに全て載ってる内容で、まあ、何ページの何行目につっていうのもちゃんと,、えー、と分かるぐらい何行目までは難しいかもしれないけど、まあ、それぐらい読み込んでおくと、えー まあ、日本語の読み違いさえしなければ9割以上は確実に取れるとは思います。で産休、えー、はまあなんか簡単だからみたいな感じで実際あのセミナーの中でも講師の先生が、まあ、そう言ってるくらいなんですけどもまあ本当にその芝生管理を本業にしている方だったら 余裕だと思います。で、えー、っと、自分の場合も、まあ、<laughs> 芝生のプロではないんですけども、まあ、まあ、素人ではありますけども、芝生初心者ではないので、えー、特にまあ、12年前から自宅の、自宅にペントグリーンを作っているわけで、 まあそのベントグリーンを作り始めたその12年前以前さらに5年前ぐらいからまだあの実家暮らしだった頃から自宅の庭にパッティンググリーンを作るっていうことに興味があってグリーンの作り方とかベントグラスの管理の仕方なんかをネットで情報収集してたこともあります。 12年前にベントグリーンをやり始めた頃から、えーまあ、この YouTube よりも前なんですけども、まあ、ブログとかで芝生の情報発信なんかをしてたんですけど、まあ、結局その自分からいろいろアウトプットするようになると、まあ、インプットも増えるわけで個人的に芝生の勉強はやってたつもりですで芝生に関連する専門教育を受けてきたわけではないんですけど 一応は自然科学系の大学を卒業しているのである程度は心得があります芝生のプロではない素人ではあるけど初心者ではないんで今回の3級のセミナーの内容も8割は知っていることだったし講義の中で新しく得た知識についてもすんなり理解できました自分のように趣味で芝生管理技術者の試験を受ける人はごく少数だろうし そういうい人はある程度事前知識がある、まあるる程度はねあの自信がある人が多いかと思うので、えー、っとまあ間違いなく合格できると思います。だけど全くの初心者とか、まあ、例えば団地型芝草とか勘違っ芝草って何とか、えー、更新作業って何のためにやるのってレベル人から、まあ、そういうレベルの人からするとセミナーやテキストの内容 この内容についていくのはやっとかもしれないし、このテキストの中身を理解できないようなら、まあ、試験も結構ギリギリになっちゃうんじゃないかなと思います。結構ねこのテキストの中身だとかセミナーの内容なんかだと、高校の生物でやるような内容も含まれているし、あの特にその土壌のところなんかだとすごいもう大学レベルのなんか講義もあったりするので。 まあそれくらい充実した内容のものになるので、えー、その辺は覚悟しておいた方がいいです。で、えーと、この合格発表の表っていうのもあるんですけども、エクセルを使って、えー、相当してみると、受験番号は700番ちょっとぐらいまであるんですけど、合格者数は、まあ、実際その9割ぐらいの人数でした。で、 受験番号が、まあもう1から7何十番まで、こう、完全に投資番号になってるのか、わざと間を空けてるのか、わからないですけど、まあもし、投資番号、まあ仮にその百何十番まで、えっ、ー、と、何十人いたとすると、えー、その間抜けてる分を数えると、まあ、全体の1割程度になるので、まあそれぐらい不合格になった方も、 いるってことにえこ、ーまあ、とりあえず自分は何とか合格できたわけなんですけど実際、えー、サラリーマンのお小遣いからこんな仕事とは関係ない、まあ、趣味の資格試験のために6万円をひねり出すっていうのはまあ正直きついです。まあそれでも、えー、芝生 YouTuber って名乗ってる身からすると。 まあセミナーを受講して資格を得るだけの価値はあったかなと思います。まあ、何にしても芝生管理技術者と名乗れるようにはなりました。まあ、でも産休ですけどね、やっと入門者レベルです。まあ、鼻くそ程度の収益しかない、まあ、私のような底辺 YouTuber からすると費用対効果は悪いかもしれませんが、とりあえず満点合格ってことで自己満足してます。 3級を取ったとしても、まあ、多分今年も昨年同様に夏越えできるかどうかで苦悩の日々は変わらないだろうし、まあ、いつもと通りまったりとベントグリーンのお手入れ動画を作っていこうと思います。それじゃあ今日はこれくらいで。それじゃあ。